皆様が作っていただく番組です皆様からのです、ね、画像データ、はい、そして動画、うん、そして空気感を伝えていただいて、えー、それを私があお答えするという、はい、新しいです、ね、天気予報の形をソラネットは作っていきたいというふうに考えております。はい、なんといっても気になるのが台風1号ですよね,すね、えー、この台風の影響、どういうふうに福島県に影響するのか知ってました 確かに週末晴れてた感じがしますねょあのサタフクずっと晴れるじゃないですか、はい、じゃあ雨のない週末いつまで続くのか、うん、今週末はどうなるのかっていうのを話したいと思います、はい、まずは皆さんからいただいた季節の便りなんですけどもはい、ありがとうございます今日はねメリハリが比較的ありましたね天気に、うんえー、こちら見てみましょうか、えー、青空が広がってます、はい、福島市ところが広野なんですがだん,だん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 ミルキーな空になりましたそうですねで皆さん空見上げましたかうん ここれ見たことあありりまますすさん太陽の周りのリングそう太陽のの周りのリングなんですね、これ、ハローなんていうふうに言いますけれども、はい、先人はこのですね、ハローを見て、こういうふうに予測してたんです。うん、日付の傘は雨近しということははい、天気下り坂のサインだよっていうことを先人は見ていたわけなんですよね。はい、じゃあ、崩れるのか、うん、すみません、もうちょっと季節の便り、お伝えさせてください。ささい <laughs> 後で詳しししくお伝えします、はいえー、そして ここの季節、れいしい、うん、私、ね、先週食べました、もうね、普通にゆでて、塩ゆでして、まよ、うん、ちゃんかけて食べたんですが、いいですね、もう最高でございますね、この季節のビールのお供になります、はい、そしてぜひね、大久保さん、皆さんに言っていただきたいのは、うん、佐藤梨園の梨園のバラ。えー。 きれいきれいですよね。はい、これ、ね、春のバラっていうのはあの冬のエネルギーをですね、うん、こう爆発させるように咲くので、<ー>とってもゴージャスに咲くっていう。ああ喜びをね暖かくなる。その通りでございます。そして四季の里のバラ園もこんなふうにきれいになっているということなんですよね。しそして四季の里山を越えて裏番台に行くと今こんな景色が見られます。わ、うん、かりますこれね。ほら。ああ 池ののに白いいありますすよねねは本当でこれ、何かというと何か飛んでる、これね、ちょっと先週もお伝えしましたけど、これなんです、これね、柳の種なんですよ、種だ種の周りに綿があって、そして遠くに飛ぶようになっている、これをなんていうのかというと、流女というふうに言います、これも1週間だけしか見られない現象ですので、ぜひ皆さん、今のうちに裏番台行って見ていただきたいと思います。さあ冒頭ででニュースのことやりましたけども朝は ストーブつけてた気持ちよさそうそして昼はエアコンつけたそうですね朝暖房で昼冷房でっていう二刀流ですよね気温見てみましょうか実はですね伊達市柳川は沖縄の那覇より暑かった本州一の暑さということになったわけなんですよねこういうふうに暑くなる季節になりますと喜びたい事業があると思います何の事業か大体ピンときますよね ずいぶん前のニュース映像ご覧ください1972年の小学校のプール開きでございますプールでした今あの福島第一小学校って全校生徒が90人だそうなんですが、はい、この時はだいぶ多いですよね,すすねこれ模擬をやって綱引きやってます、えー、楽しそうこういう風に昔は木馬船やってる<え>これなんでなのか、はい、今やってないですよね見ないですねはい えー、こういういいですすねソラネットをいただいております、はい、平成の前半頃まで水中騎馬戦や水中ドッジボールなど行いましたがうん、うん、怪我の危険もあって水泳の時間を確保するというのもあって,あ<ー>お,まておまけ的なものは省かれて平成後半からは着衣水泳が広がった<ー>これもやしさんは元教員の方なんですけども、ね、教えていただきましてありがとうございましたま実は学校のプール授業が初めて行われたのは福島県だったっての知らないです <laughs> こちらです。 日本最高のプール水泳授業が行われたのは会津藩校日清館のこの池、えー、ここでですね初めてのプール授業が行われたということなんですよね<ー>、えー、そしてスクール水着驚きの進化、はい、これ昭和59年の大座小学校のプール開きですけども、はい、ダンス師も女子もねまあまあ,あの昔の人は大体こんな形だと思うんですがです、ね、変わってきてます。 ご覧のように<ー>、あのー、女子は昔はワンピース、えー、男子はねズボンというか半ズボンみたいな形ですけども、はい、これがですね、えー、2010年以降は男女兼用のシャインガードなん、えー、紫外線対策露出軽減で出てきた最近はでですすね、はい、こちらでございます最近はジェンダーレス社会ということで最近はこういう水着が、えー、徐,々に徐々に増えだしているという。 分かれてるんですね。時代ですよね。だから、男よ女よっていうのはもう今はなくなりつつある、ね、というところでございます。そして、こういうのをソラネット頂いただいております。去年娘のプール授業は一学期で終わりました。うん、私が小中高の頃は九月でも暑ければプールに入りました。これどうですか、小橋、うん、さん。私も長く入ってた気がします。あ、長く入ってた。はい、東京の方でね。はい、で、こちらも見てみましょうか。伊達市は先週からプール授業が始まりましたが。去年から夏休み中のプールはなしにな。った どうなんですかこれ、どういうことなのかというとう、はい、実はですね2013年から2017年プールでの熱中症発生が全国で179件プールでプールではやっぱりね激しい運動だから水泳って、はい、でしかも温暖化でモーションになってるからやっぱりね熱中症になりやすいんで福島市の学校では気温プラス水温65度以上で水泳授業取りやめになってる。体のこと考えて考ええててはい で伊達市、夏休みのプール開放を行わない理由はやっぱり熱中症です夏休みは気温の高い時間に学校に帰ることの来ることになり一、はい、人で帰る途中に熱中症になる、うん、去年も米沢でありましたよね、はい、あの熱中症の悲しい事件がなので事故がありましたので、えー、今はもう夏休みの,のプール開放をやらなくなっているということであすからです、ね、プール事業を楽しみにしている子どもたち多いと思いますが、うんはい、残念ながら明日は無理です。 あらなぜならば気温が低い、そして台風が来ております、はい、じゃあこの台風の影響なんですが、今のところはです、ね、この台風、前線とともにこうやって北上してきます、うん、ただ、こういう感じで、えー、福島には接近まではいかない、近づいてくるけど、はいで、この一番前線の北側の雨雲がかかるということで、皆さん、安心してください、嵐の心配はありません。はい、まあ弱い雨が降る程度ななのかなと そして気になるのが、はい、私、台風よりももっと気になるのが、このの寒気の渦巻きなんですよこれ、これがどうも、はい、日曜以降、ちょっと悪さをしそうです、<ー>まずは目先のあすの天気見てみましょう<ー>、えー、雨は本当に大したことなくって、台風1号、会津、はい、は小雨ですね、しかも昼までには上がるというふうに<お>見ています。昼の気温は 今日三十度近くまで上がったところもあったんですが、うん、今日より五度前後も下がるという。そういう見立てになってますんで、明日は朝昼ともに上着が必要ということになります。はい、そして中通りの北部です。明日はそう、楽天とヤクルトが行われるそうですよね、東球場。東球場。で、雨はね、もう本降りというか、まとま、まとまってはい降らないな、しとしと降るのは朝まで。はい。で、その後弱まってきます。うん、ただし、夕方にもう一回降ると。と だからナイターの時間帯にちょっとぱらつく可能性はありますが、はい、試合は問題なくできますので、うん、安心していただきたいと思、ねはいます山瀬が来ますので気温が16度ぐらい、えー、寒くなります上着をきちんと準備してください、はい、中取りのチューブです良かったですね試合できてで、ね、福島市で試合を楽天のホームゲームやるの15年ぶりだそうですう歴史的、ね、楽しみですよねす今日は6月下旬の暑さでしたけれども明日は4月下旬の肌寒さです一日で2ヶ月季節が逆戻りするということになりますそして中取りのチューブです,ブですはい 南部の雨はしとしと雨で、昼は小雨に変わってきますので、えー、まあそれほど天気の大きな崩れはないといったところですね、はい、浜通り見てみましょう、えー、いわきで総雨量5ミリから10ミリ、一番降るのがいわきなんですが、総雨量でもこれだけですので、うん、え台風、本当に近づいてきてるのっていう感じだと思います、ただし、海は少しうねりが入りますので、波高は2メートルの予報ということになっております。はい さ台風は大したことないんですが、うん、問題はやっぱりさっきの寒冷渦なんですよ。はい、えー、二日日曜日、激しい雷雨、今日突風に気をつけていただきたいと思います。うん、えー、まず、土曜日なんですが、ここに寒冷渦ありますよね。見えますね。で、これが日曜日に近づきます。本当だ。そうすると、この寒冷渦で、どうなるのかというと、はい、こんな感じになるんじゃないか。はい、あ、会津若松で、五年前に雷が鳴っておりますけれども、はい、この時のね。 あの空気のあ,のあり方が似てるんですよね800個でこの時停電になったんですが上空の気温と地上の気温を見ていると気温差41度あるんです、えー、この40度っていうのがポイントで、はい、40度差が出てくると雷雨になりますで、えー、日曜日なんですが、はい、上空 5000m-17 度地上の気温が24度ということでこれ差額どれぐらいですか、えー、41度 ということはつまり、はい、日曜日は雷雲にご用心と、はいう、えー、そういうことになります週間予報です、うん、ということで雷マークつけました、はい、夕方会津方面で雷雲が湧き上がってそれが中通り浜通りへというところになりますので日曜日の雷はまあ夜が中心ということになります、はい、気温が低いですよねそうですね。6月上旬としては記録的に低温ということになりそうですので、はい、暖房も必要になってくるかもしれません一個はこちら 熱戦で山瀬忘れるスタジアムソラネットでした